メキシコの皆さん、こんにちは。桃井春子です。いや、先日メキシコに行った時はとっても楽しかったですね。ライブでみんなで盛り上がってくれて本当に嬉しかったです。特に、ライブが終わる時にみんな泣いていたのがとっても印象的でした。私ももらい泣きしてしまいました。本当に楽しい素敵なライブでした。またメキシコに行けたらいいなって思って毎日日本で頑張っています。皆さんもよかったらですね、機会があったら日本に遊びに来てくださいね。またメキシコに行けるように頑張ります。それではまたお会いしましょう。桃井春子でした。グラシアス、アディオス。